俺のカバンの中何も入ってないのよ。僕のやつが漁られてますね。あ、髪だめ、髪だめだめ、髪ためちゃダメよ。髪だめ。ということで、どうもショップです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回はちょっと遠出をしようということで、あの密を避けて広島の方に来ました。初めての広島でございます。いいですね、すっきりしてて。で、いろいろ見て回ったりとかしたいんですけども、まずはちょっと仕事をしていきます。よし、はい、こちらです。めちゃくちゃおしゃれでいいですね。はい、ということで、作業が終わりました。はい、でももうお昼の2時になってしまいましたので、もう次の場所に行きたいと思います。いやー、本当に人も程よく少なくて超快適です。最高です。はい、到着しました。宮島口ですね。おお、匂いがいい、空気が気持ちいい。はい、はい、広電宮島口というところを降りて、そのままフェリーターミナルに向かいます。いやー、最高ですね。久しぶりにこうやって遠出しに来ましたけども、もう毎秒すっきり空間で最高です。空気も気持ちいいし、なんか静かだし、いいですね。なんか新しくしてるんですかね。すごく綺麗です。はい、ありがとうございます。よし、乗りましょう。楽しい、マスク切れた。はい、着きました。こんにちは、はじめまして、お邪魔します。はい、到着しました。はい、じゃあ早速出ていきましょう。おー、初めて島に来ましたよ。おー、いいですね、いいですね。はい、ということで、今回僕がお世話になるところはこちらですね、宮利久さんというところです。あ、こちら。おお、自動で温度が正常である。面白いですね、これ。温度が正常である。
ということで、お部屋の前に来ましたので早速入ってみましょう。広いですね。おー、広いです。はい、じゃあということで早速ルームツアーをやりたいと思います。で、ちなみにここは7月に再オープンしたてなんですって。なので、まあ、まだこれからぼちぼちお客さんが入ってくるだろうっていうことで行ってました。そう、なのでこの、再オープンしたこのミヤリキューさんを応援する意味も込めて、ルームツアーやりたいと思います。はい、じゃあまず早速ですね、玄関がこちらで、そのすぐ横にこうやって洗面スペースがあります。で、そのすぐ横にこちらお風呂場ですね。はい、こんな感じであります。まあでも大浴場があるので今回はそちらを使わせてもらいます。いいですね。で、おお、ここが、おお、このスペースがめちゃくちゃ広いですね。まあめちゃくちゃっていうのはちょっとオーバーかもしれないですけど、8、9、10畳ぐらいですかね。さあ、そしてよっよっ、おー、めっちゃ雨降ってますいい眺めっていう感じじゃないですけども、でもすごい見晴らしが目の前にズドンとしていていいですね。空気清浄機も置いてあるのでコロナ対策バッチリですね。よいしょ。あー、そしてやっぱり広島といったらこちらですよね。もみじまんじゅうですよね。いただきます。あー、でもなんかこうやって一人でなんか旅行に来るってすごく久しぶりなので、なんか今涙が出るぐらい幸せですね。いただきます。さっき今食べたもみじまんじゅうが朝ごはんなので、まだまだお腹が空いてます。で、今からちょっと外に出てご飯を食べに行きたいと思います。なんだろう、雨が降ってるんですけど、その雨すらも気持ちいいっていうか、雨なんですけど、でも全然、あ、雨かっていうよりかは、なんか雨にも風情を感じるっていう感じですね。すごくいいです。あいにくの雨であり、あいにくの観光客ほぼゼロであり、そしてあいにくの、全然お店やってないです。まあそれはそうですよね。え、面白いですね。もみじまんじゅうが自販機で売ってます。へえ、このブースめでたいな。お、スタバがありますね。いいですね。絶対いい眺めじゃないですか。ちょっと明日の朝お邪魔してみようと思います。松福さんというところで牡蠣のお弁当をちょっと買わせてもらいました。じゃあこれ早速中に入って食べましょう。ありがとうございます。あ、もう一回やる。あ、わかりました。はい、温度が正常である。これ面白いですねありがとうございます。お店が開いててよかったです。じゃあ朝ごはん、朝ごはんじゃないですけど、今日最初のご飯いただきます。はい、こんな感じですね。はい、宮島の松福さんというところで買わせてもらいましたお弁当ですね。いただきます。じゃん。おお、これほんと冗談抜きでこんなに身がパンパンに詰まった牡蠣見たことないです。じゃあいただきます。匂いがまずいいですよ、うん、うんうんうん、いやー、これは贅沢ですね。ほんと旅館7月から開けてくれてありがとうございますっていう感じです。平和で本当に最高ですね。あ、てかこういうことやってるからマスクが切れちゃうんですよね、糸が厳島神社ですね。誰もいないです。本当にここら辺
多分僕しかいないんじゃないかっていうぐらい、なんか出かけてて申し訳なくなるぐらいの感じなんですけど、でもすごくすっきりしてます。はい、ということで入ってきました。いやー気持ちよかったです。いやでもちゃんと浴槽のところにもソーシャルディスタンスっていう風に対策取ってたりとか、あと至る所にアルコール消毒があったり、あとはあの空気清浄機も置いてあったりするので、ここは僕はかなり安心して泊まれるなっていう印象です。はい、おはようございます、ショピです。昨日の夜はあの寝落ちしてしまったのでちょっと鳥が忘れちゃったんですけども、やっぱこの朝海の音と小鳥の音で起きられるっていうのは本当に幸せですね。じゃあもう時間が来ちゃったので朝食に行きましょう。アルコール消毒もちゃんとやりましょう。はい、あ、はい、ありがとうございます。こちらですね、ちょっとの日はご自身でつけていただく形になっておりますので、はい、ご協力お願いします。はい、ありがとうございます。ご飯、お味噌汁、あったりとお茶、お持ちします、ね、はい、ありがとうございます。すごい、めっちゃソーシャルディスタンスですね。パカーン。おー、はい、全部で揃いました。いただきます。これがお味噌汁、美味しそう、味噌汁で、こちらがご飯ですね。あ、美味しそう。すごいです、マスクケースっていうのがあるんですね。こちらまで用意していただきました。もう対策万全ですね、ここは。はい、ではいただきます。美味しくいただきました、ごちそうさまでした。はい、ということで、もうあっという間に一日が終わってしまいました。いやでもこうやって僕も久しぶりに遠出をしに来ましたけども、やっぱり好きですね。なんかこう未知のところ、知らないところに行くのも好きですし、自然の中ですっきりとした空間に行くのも好きですし、なんかいろんな絵を撮ってその動画を作るっていうのも僕も好きですし、そうなので、これからもまあそんな頻繁に行けるっていう状況じゃないですけども、こうやって少しずつ企業さんも、企業さんっていうかあれか、旅館だったり宿だったりホテルの方々も皆さんすごい努力をされてるので、そういった方を応援する意味も込めて、これからも少しずつ、遠出をしようと思います。あとこの動画の中で言うのはちょっと違うとは思うんですけども、撮影を快く許可していただいたミヤリキューさん、ありがとうございました。館内に入った瞬間に検温器だったり、至る所にアルコール消毒だったり、ソーシャルディスタンスを徹底していたり、あとはマスクケースっていうのもくれたりですね、安心して来れますよっていうことはお伝えしたいです。よいしょ、ありがとうございました。さあ、どこ行きましょうか。よいしょ。いやー、そよそよ風が吹いてて気持ちいいですね。はい、お約束通りちゃんと翌朝のスタバに来ましたけども、誰もいないです。いや、こういうちょっとした心遣いが嬉しいですね。暑いね、暑いね、やっほー、暑いね。のんびりと旅行する動画をお見せしてみましたけども、いかがだったでしょうか。もし今回がちょっとでも、あ、すっきりしましたって、旅行気分を味わいましたって、思っていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら大変嬉しいです。はい、ということで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。